台中州台中市台中市役所台中市役所は台湾台中市西区にある辰野式のバロック建築様式による建築物。1911年に台中地区で最初の鉄筋コンクリート建築として落成、台中町公共連合会事務所として使われ、1920年9月1日の廃町化修に伴い体中州体中市となってからは市役所となり、 翌年に増築工事も進行した。現存している建物はこの時のものを引き継いでいる。以降は初代台中市員の金子恵み教の弁公室として使われた。1945年の国民政府統治後は市は台湾省の省活市となり、市政府は元台中州庁庁舎に移ったために様々な用途で使われ、文化財として登録後に修復作業が進められた。 日本統治時代に由来するため、文化資産上の名義も、市役所のままである。市役所裏には、公設室舗装庫として建造された、同じく、辰野式の2階建ての建物3棟があり、総督府鉄道部台北鉄道公務課の技師だった、中村友松がデザインした、当時の台中市長があしらわれている。戦後は、台中市選挙委員会、市政府主計どころ、 市政府環境保護局環境検査大隊などが使用していた。現在は修復が完了し、2016年からは両方の建物の間にガラス張りのエントランスが設けられ、古典売会園が運営するカフェとアートスペースに、公設室保も昭和砂流という飲食店として再利用されている。日本統治時代の大型観光所建築。観光時は、 会の地型の地上を2階建てだった。レンガベート木造、鉱材、鉄筋コンクリートを組み合わせている。その後増築により L 字型となる。角に当たる部分は2層吹き抜けのプロスタイル形式で2本の柱が支えるギリシャ建築のプロラオス様式となっている。爪屋根部分にはカルト有種が施されている。屋根は窓付きの小部屋がある古典式のドームになっている。 ファサード外観は石膏に赤レンガを積み重ねたようニャ式が採用されている。対中周長交通を参照。ありがとうございます。